こんにちは、LBラビショップです。早速対戦に向かいます。向かいました。なんか流行ってるのかビショップが多めですね。もしかして手合値なんですか？まだ全クラス触ってないんですけど、最強ランキングが更新されてませんでした。じゃあまだわかりません。とりあえず LB ラビショップだと名前が長いので、A ラジックってことにします。名前も似てるしね。そして A ラジックということは盤面がめちゃくちゃ強くなるというお話で、盤面のフォロワーを取りきれない場合、それが敗北につながったりします。ベルギリアの融合で0コスト回復も可能だし、想定しているよりも回復バフが乗っかるなんてこともしばしば、生物採用だったり、大いなる学びや採用だったり、若干ですが構築にも幅があります。ちなみに私は生物不採用派です。3ターン目くらいしか置けるタイミングがないんですよね。置ければかなりアドなんですけど、ミラーマッチの場合ちょっと油断するとすぐに負けるので、なるべくテンポロスしない形にしています。そして最終的に勝負を決めてくれるのが新カードのルー。あのカードがあるかないかでミラーマッチは変わってくる。そんな感じがしています。最初は条件達成が後半だからいらないかなって思ってたんですけど、このデッキを支える大黒柱でした。あとは戒律の諜報員ですね。もう諜報員ループをしたいからエルラーでは抜こうかなって思うくらいです。基本的に潜伏かつ回復なので処理がされにくく、5ターン目から6ターン目に爆発します。ちょうどこんな感じですね。これでこっちのスタッツが減らず、相手の盤面を処理できるので、あとはもうバフしまくれば終わりです。というかもう終わりです。ルーが2枚くらい手元にあれば返せるのかな？なかなかに厳しめです。逆に処理が簡単なデッキの場合、A ラ軸に対して有利に立ち回れるかもしれません。多分ね、この動画がいつ投稿されてるのかはわかりませんが、ここを見たったデッキでメタが回る気がしてます。それくらいめっちゃマッチングしてます。ちなみにマナリアはほとんど見かけません。悲しいね。まあこの盤面をアングレだと返せないので、致し方なしの退路なし。でも諦めずに色々模索します。ウィッチはインチキカード多いしね。ということで絶望盤面です。こんな感じで何度も負けました。何回も見るとリーサルとかありそうですね。5回回復でいいはずですもんね。盤面作れば勝ちだと思って考えてませんでした。でも勝ちなので勝ちです。先生、どれも呼んでくれ。私の負けです。盤面お化け。ということで A ラジクでした。キーラがサーチで終わりかと思いきや、ベルギリアの融合素材に便利で守護もあるから普通に使えてと、かなり有能でした。というか学園カードは全部優秀ですね。デザインも明るいものが多くて結構好きです。次回作はシャイニングバースでお願いします。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。